どうも、クリンです。本日はですね、2020年最後の商品紹介をしたいと思います。今回はなんとですね、プレゼントしてもらったものをですね、紹介したいと思うんですけども、なんとですね、プレゼントしてくれたのが矢内なんですよ。草野球からプロ野球へということで、2018年クーニンズから徳島インディゴソックスの方に入団し、独立リーグで3年間プロを目指して頑張ったんですけども、残念ながら指名されることはなく、今年10月にですね、自ら退団してプロ挑戦の道は終わったんですけども、まあ、その後ちょっとした期間も経て、再びですね、硬式野球から軟式野球を始めることになりました。で、今ゴリラクリニックさんの方でお世話になってるんですけども、11月に入社して、この12月っていうのが初給料なんですよ。でね、その初給料で、まあ、これまでお世話になった人にね、ちゃんと恩返ししなよと、まあ、特にね、親御さんとかだいぶ迷惑かけたと思うので、その親にしっかりとね、恩返しの意味を込めて、なんかその初任給でなんか買ってあげなさいって言ったんですよ。そしたらなんとですね、矢内クーニンにも買ってくれて送ってくれたんですよ。で、まあ直接ね、渡すのが恥ずかしかったんでしょうね。まあ、あの宅急便の方で来てね、こうパッてね、段ボール開けたらちゃんとね、プレゼント放送してたんですよ。動画で、ね、撮ってなくて全然入っちゃったんですけども、ちょっと今回ね、その中身だけ紹介したいと思うんですけども、総額ですね、2万円ぐらいで、一応3つあるんですけども、3つともめちゃくちゃ嬉しいやつですね。じゃあまず1つ目がですね、こちらです。アンダーアーマーさんのコールドギア。クーニンズがですね、1月にマツダスタジアムで全国大会戦うんですけども、まあ、めちゃくちゃ寒い時期に全国大会を戦うということで、さすがにね、コールドギアあった方がいいなと思ってたんですよ。まあ、コールドギアって何かっていうとね、このちょっとこう、なんつうんですかね、裏肝みたいになってて、まあ、要は、あったかいちょっと分厚めのアンダーシャツなんですよ。では通常のアンダーシャツと比べてね、もうあったかさがね、僕の体感ではですね、6倍ぐらいはあるんですけども、まあ、来れないとさすがに厳しいだろうなというふうに思ってたところにですね、矢内が察したかのように、まあ、ちょっとね、この前ね、練習試合した時に、もう寒いから、やっぱコールドギア買わなあかんな、みたいなことはですね、試合後に言ってたんですよ。まあ、それをちゃんとね、聞き耳立ててたんでしょうね。ちゃんとね、こういう風にして聞いてましたね。でね、買ってくれたんですけど、もうサイズもぴったり。まあ、僕大体ね、XL がですね、こうサイズ的にはアンダーマンはぴったりなんですけども、ちゃんと XL 買ってるというね。で、もう一個がですね、こちら。アンダーアーマーのコールドギアのレギンスですよ。だ、上と下ってことですね。多分ロイブルなかったんで、これ黒買ってくれてるんでしょうね。まあ、これもね、サイズ感ぴったり。XL を買ってくれてました。いや、これでも戦える。広島の1月の全国大会全然戦える。めちゃくちゃあったかいやろな。これマジで嬉しい。矢内本当にありがとう。いや、マジでね、嬉しい。で、もう一個が何かっていうと、これですよ。アクセフベルガードのアンダーシャツ。こっちはですね、あのコールドギアじゃないんですけども、軸が入るアンダーシャツということで、まあ、このアンダーシャツにはですね、イフミックという、まあ、ミネラル成分のですね、なんか液体がかかってて、まあ、それがこう体とね、触れるとどうなるかっていうと、微粒のですね、こう電気反応を起こしてくれてですね、軸が整うって形なんですよ。で、これを着てるだけでも体感がね、安定するっていうね、魔法のアンダーシャツなんですけど、多分これ1枚でね、1万円ぐらいするんですけども、でね、これ今ね、こうやってコールドギアの上にね、ちょっとね、皮膚に触れてるだけでこの軸が入る効果はね、発揮されるんで、こう重ね着してもね、大丈夫なものなんですよ。で、これ1月のマツダスタジアムが寒いからアンダーシャツも重ね着しちゃおうかなって言ってたんですよね。多分それもこうやってね、聞き耳立ててたんですよ。ちゃんと聞いてくれてましたね。まさにね、こういう着こなしをしてね、全国大会に臨もうと思ってたんですよ。だからね、ほんと今回は3つともね、アンダーウェアとかなんですけども、めちゃくちゃ欲しかった、買おうと思ってたやつをまさにね、こうインコースズバリに来てくれて、これがまあ1万円ぐらいでしょ。で、アンダーシャツのコールドギアとレギンス、これね、上下でね、6000ずつぐらい多分するんですよ。2万2000ぐらいになるのかな。それをですね、初任給で買ってくれるってね、すごいわあいつ。まあ、それもこれもですね、やっぱり初任給でこう28万以上ですね、これ大卒だろうが高卒だろうが関わらずね、給料を払っていただけるゴリラクリニックさんの素晴らしいこの企業精神ですよ。矢内くん、これからもですね、野球に、あとはですね、このゴリラクリニックを有名にするためにですね、企画頑張ってください。本当ありがとう。これはね、年末ね、一番感動したかもしれないし、あの矢内が働いたお金で
買ってくれたこのプレゼントというのがマジで嬉しい。でね、矢内でそれ連絡したらですね、いやこの前ね、あの9回ノーヒットノーランさせてもらったんでお礼ですみたいな感じで、ね、ちょっとちゃけてきたところもね、まあ可愛いですね。まあ、今度当たった時はしっかりと矢内にですね、まあ9回投げたらですね9点は取りたいと思います。まあまあ変わってるか、そうなるとね、まあ、3回6失点ぐらいでね降板させてやろうと思います。2021年はですね、ゴリラクリニックさんと公式戦でもしかしたら当たるかもしれませんし、クーニンズが目指している天皇杯、軟式野球の一番レベルの高い大会の全国大会をかけた舞台で矢内が投げてきて、クーニンズはね若林が投げてみたいなねこともあるかもしれませんので、ぜひですね2021年クーニンズの活動、そしてゴリラクリニックさんの活動、楽しみにしてもらえるとありがたいです。本年度はどうもありがとうございました。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で